バルトークベーラ作曲のビオラ競争曲 SZ120 は、名ビオラ奏者、ウィリアム・プリムローズにより依頼された、バルトーク唯一のビオラ競争曲である。しかしバルトークが、走行段階で多解してしまったため、ハンガリー出身の作曲家シェルイティボールにより保筆、完成された。初演は依頼者のプリムローズによりなされている。現在でもほとんどこのシェルイによる、 個室管制版で演奏されている。弦楽器と打楽器とチェルスタのための音楽、弦楽四重奏曲第6番などの名作を作曲したバルトークは1940年にナチスの脅威を感じ、故国ハンガリーを離れ、不本意ながらもアメリカに移住する。慣れないアメリカ暮らしにより一時期創作意欲を落としたバルトークは白血病により体調を崩したためもあり、 アメリカでは1945年に亡くなるまでに、このビオラ競争曲を含めわずか4曲しか作曲していない。有名な還元楽のための競争曲、メニューインに依頼された無伴奏バイオリンソナタ、同様に未完成の遺作となったピアノ競争曲第3番、このビオラ競争曲の4曲である。ピアノ競争曲3番は、 最後の17小説のオーケストレーションのみが未完であったが、このビオラ競争曲はビオラ独奏部分はほとんど完成していたものの、オーケストレーションに関しては部分的な指示しか残されておらず、シェルイの保筆作業は困難を極めた。ようやく初演がなされたのは作曲者の没後約4年を経た1949年のことであった。シェルイによると倉庫は、 ページも打っていない、学章の順序もわからないまま五0紙に書き付けられ、修正箇所はそのまま削除されずに残され、音符の反読さえ、ままならない状態であったという。バルトークがプリムローズに宛てた手紙に、オーケストレーションは、かなり平面なものに、バイオリン競争曲のそれよりも平面なものにする、つもりだと書いてあることを参考に、シェルイは保湿作業を完成させた。しかし、 シェルイ版はあまりにオーケストレーションが薄すぎるという批判がある。なお、シェルイはこの曲を完成させる16年前に自身のビオラ競奏曲を作曲している。1949年12月2日、ミネソタ大学において、ウィリアム・プリムローズのビオラ、アンタルドラティ式ミネアポリス交響楽団による。独創ビオラ、ピッコロ、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、 ホルンさん、トランペットさん、トロンボーンに、チューバ、ティンパニ、大太鼓、小太鼓、シンバル、言語部きのペーテルバルトーク版の編成は、独層ビオラ、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、テナートロンボーン、バストロンボーン、チューバ、ティンパニ、打楽器に、言語部。緩やかな第一点に楽章が、やや統一された雰囲気を持つのに対し、 テンポの速い第三楽章は非常に短く、特に終了間際の展開は不自然とも指摘される。保筆がままならないほど未完に終わったのが原因の可能性もあるが、巧みな楽曲構成を用いることが多かったバルトークの作品としては異質である。それにもかかわらず、優美な曲調やビオラの技巧を駆使した活躍により、独奏ビオラ奏者には必須とも言える重要な レパートリーになっている。録音も多い。シェルイ保湿版には、蒸気のような批判があるため、ペーテル・バルトークとネルソン・デラマジョーレ、ポール・ニューバウアーによって保湿された版が1995年に完成し、後にチャバ・アードライにより改訂された。近年ではそれによる録音も登場している。編成は一部異なるものの、全体的な構成などは大きく異なるものではない。ありがとうございます。